ほな始めましょうか。ちょっと都合で前倒ししてご迷惑かけました。いつも本当にお世話様です。私の方からはいつも通り野党国会対策委員長会談で、決めたことについて報告しておきたいと思います。ご承知の通り一つは入管庁の問題で湯島さんの関わる最終報告が提出されたということであります。私たちは2つの点が必要だと思っています。一つはこの映像をですね開示すること、それからそれらに関わって、法務委員会を開催すること、これが大事だと思っています。ですから野党の国対の中では日程は別ですけどね、いずれにしても法務委員会を開催する必要があるということと、映像の開示というのはどうしても必要だという立場に立っています。でもう一点、議論したのはやはり臨時国会の開催が、いよいよ必要だということであります。それで感染症の爆発的な拡大、これは国会閉じてから起こっています。でそういう点からしてもそうですし、コロナ対策のそういういよいよ不備といいますか、とりわけ暮らしと営業経済に大きな影響を与えている、その意味ではすでに私たちは2021年度の予算の際に組み替え提案をしていますけれども、そこの中にありますような再度の持続化給付金や生活困窮者に対する生活支援、こういった点での保障と生活支援並びに医療機関に対する補填拡充といった点での支出がね本当に必要な時期に来ているということからしても、臨時国会を逃げることは許されないということで、改めてきちんと申し入れをしようじゃないかというふうに議論をしました。私の方から何らかのアクションを起こす必要があるんじゃないかということも提案したところであります。簡単に言うとそういうことだと思います。私の方からは以上ですが、何かありましたら。はい、立憲さんの方のヒアリングでの話なんですけれども、田村大臣は主導諸原則入院ということの方針を言っているわけですけれども、その方針について厚労省に質問したところですね、そうだと答えられる材料が、中途省は原則入院ということで方針示されているわけですけど、その方針どうになっているのかということについて、そうだと答えられる材料がないとか、ないです。自宅療養の死者数を把握しているかということについても、把握していないというようなことを話していると、そういったこう、状況を含めて、この委員会開いて、厚労委員会を開いて、説明を求めていかれるんだと思うんですけれども、改めてこの点についての政府の状態ですね、どう見られているかお願いします。まずこのコロナ感染患者に対応してですね、原則自宅待機という方針を根本的に撤回したわけではないというところに大きな問題があると思います。それで、厚労省のコロナ対策のこの要項にはですね、中等症第1ということで書いて、肺炎それから呼吸困難ということについては入院して、見守る必要があると、慎重に対応する必要があるとまで書いてるわけですよね。だからそういう点から言ってもね、方針転換はまさに人の命をないがしろにするものだというふうに思うんですね。でそこで問題はですね、本当に撤回してない、総理自身が撤回してないということを合わせて、先ほどありましたようにどういう現実が今起こっているか、自宅待機における実態数字、そして中等症を扱っている
病院の考え方、現実、それが放置すればかえって重症化して大変なことになる、これらの諸問題についての総合的な見解が示されていないと。ですからそういう意味で言うと、きちんと厚労委員会を何度も開いてですね、その現実っていうものについての政府の未掌握という無責任さがね、いよいよ浮き彫りになってきてんじゃないかと思うんですね。でこれ全部ね、共通してましてね、現場の困難な実態、逼迫している現状、そういうものをこう正しく掌握していないということと、もう一つはこういうことはありながら、一方で病床削減だとか病院統廃合だとか、窓口負担だとか、そういうものを売価するとかいうことについて、全くこれ撤回してないという意味でもね、私は二重にね、この問題についての責任を問わなければならないと考えています。先ほどの冒頭の中でも臨時国会に関連して何らかのアクションを取る必要があるのではないかと提案されたという、何らかのアクションってどういうことですか。皆さんね、臨時国会の要求っていうのは憲法53条に基づいて4分の1以上の要請があれば決定しなければならないと書いてるわけですよね、こう日にちを決めね。で決定するということが求められてるわけですよね。そうするとね、2つあるんですよ。1つは内閣としてどういう議論してるのかとね、で、今まだ決定に至ってませんとか、それからいやこう考えてますとかっていうあるじゃないですか。そう何をこうやろうとしてるのかということについて詰めなきゃいけませんわね。それともう一つは、国会って別に野党だけで成り立ってるわけじゃないわけですよ。与党はどう考えてんのやと、この問題について、それ詰めなわけですよ。だからその2つについてね、私は詰める必要があるんじゃないかということを言っていると。アクションっていうのはね、つまり黙って過ごしてですね、何も言わずにまたお盆に入ってしまおうとしてるわけでしょ。だからどないするつもりやと、それから自民党としてはどういう考え方なんやと、公明党はどういう考え方なんやってことについてね、我々自身本来詰めんなのちゃうかという意味です。どういう場を考えられるんですか。それはこれから考えましょうや。問題はね、その要するにここには何があるかということなんですよ。私何回も言ってるように、コロナ対策、感染症の拡大っていうのは、いわば五輪ということとの関係でもね、明らかにこう増えてると、で矛盾したそのメッセージを送ってると、果てはこの頃でいくと、銀ブラしてもどうぞとかね、なんか好き放題言っているわけでしょ。そういうことなんかもあるようにですね、まさしく責任を負えてないわけですやんか。でそういうことに対して内閣としてどうなんだということと、国会自身を構成するその政党としてどうなんだという2つが問われるということで、アクションを起こせればなということを提起したという意味です。すいません、NHK の加藤と申しますけれども、まず三島さんの件についてなんですけど、政府の最終報告へのですね、エコの件は先ほど伺いましたが、この政府の最終報告についてどのように考えられているのかというのを一つと、それとですね、ちょっと話題変わるんですが、NHK の世論調査で菅内閣の支持率が昨日 29% になったというふうな調査があったんですけど、各社の支持率が共に下がっていまして、特に NHK の中では2017年かな、安倍総理が政権奪還して以降最低となっています。そのことへの受け止めをこの2つ教えていただければと思います。はい、ウィシュマさんの報告は全部まだ詳しく読んで、私自身がどこに問題あるかということまで全部まだこなしている最中なのであれなんですけども、やはり特徴はね、そのこれ見ただけでもですね、ほんまにこう人権感覚があるのかなと、入管庁にね。で法務省ってさ、何するとこなんだと、法律守って人権守るとこなんでしょ。
でそういうところがおよそ、まあ、人権感覚が、まあ、ないということに、まあ、象徴できるんじゃないですかね。で問題はね、これでしまいかと、つまり身内のね調査でおしまいにしちゃならんということが改めてそういう節々から浮かび上がってるくるってことの2つだと思います。それからあの世論調査の関係で言いますとね、その安倍政権から初めての第二次安倍政権最低だとありましたよね。だからあの菅政権に対する国民の批判がここにまで来ているということの、まあ、表れだと思います。で振り返ってみますとね、この菅政権が一番最初にあったのが学術会議任命拒否問題でしたよね。これに始まると、それから、まあ、コロナ対策の無為無策、まあ、GoTo キャンペーン、それからあの国会を開かずに説明責任を果たさないと。私のところの方で若い方と話してるとね、この菅さんの S という音に習ってさ、 3S って言ってんだよね、うん、説明しないと、それから説得しないと、責任果たさないと言ってるらしいんだ。なかなか私面白いなと思ってね。で私合わせてさ、まあ、ちょっと英語をかじるつもりはないけども、ノーサイエンスといって科学に基づかないということだなと思ってるんだけどもね、やはり強権的な政治とコロナ対策の失敗、それとこの間で言いますと広島長崎における全く、まあ、あの被爆者を大切にしないやり方、特に1ページ読み飛ばしたり時間遅れたり、でさらにもう一つ合わせて言えば、元閣僚の発言にあるようにオリンピックで日本選手の活躍することが政権への力だとか、さらにはオリンピック開かれてなければコロナ対策の批判が与党に集中しただろうなどという発言、こういったこの読む読むと思わないこういう発言がね、やはりこの政権の本質というものを多くの方々が実体験で、肌で感じてきているということの表れだと思います。まあ、私どもはそれに応えて、まあ、いよいよこの政権倒さなあかんなと意を、まあ、強くしているということが感想でしょうか。15日の終戦記念日を迎えますが、菅総理としては初めての記念式典で何かメッセージを発信することになります。だから菅政権のこう歴史認識というのはまだあまりはっきり出ているような感じはしませんが、どういうことをこう内外に示すべきだとお考えでしょうか。内外にどう発すべきかと、はい、あの一つはですね、今お話ありましたように、この間の政権、安倍政権の下における8月15日終戦記念日にあたっての総理の発言がどうだったのかということを一つ見ていく必要があると思います。それはあの式辞がですね、さまざまな形で出されましたけれども、このついには歴史の教訓を胸に刻むという言葉さえもなくなったというのがあります。それまでは反省という言葉は曲がりなりにも使っていたことが、さらに反省という言葉さえもなくなったというのが特徴でした。そのことを一つ踏まえる必要があると思います。でその上でもう一つやはり大事なのは、この戦争の記念日と終戦記念日と関わってですね、8月というのはどういう月かというのを見とかないとあかんと。私は広島長崎に対する原爆の投下、唯一の被爆戦争被爆国としての日本、そういったことと戦争というものを深く結びついていると思います。したがって本来
私は終戦記念日にあたってですね、発すべき一つの問題は核兵器廃絶、そういう被爆者の声にどう応えるかっていうことが一つ柱にあっていいと思うんです。それはなぜかというと、今年核兵器禁止条約が発効した年ですよね。で、私広島の子どもたちの平和への誓いですか、あれ聞いてますとね、小さな力でだけども世界を変えることができると、諦めないってこうおっしゃって、それで次の世代にこの惨禍を伝えていくってことを述べてました。で、それ私立派だなと思いましてね。で、前回の見てますとね、その人間が作った核兵器をなくそうというのは人間の意思でできるってこれおっしゃってるんですね。だからね、こういう子どもたちや被爆者の声、核兵器禁止条約発効の年にふさわしい発言を一つすべきだと。その上でやはり何といっても、あの戦争がどういう戦争だったのかっていうことの歴史観が問われると思います。したがって侵略戦争と植民地支配に対する反省、これはアジアと世界に対する公約だと思うんですね。それが結実したのが憲法だと思います。で、そこには前文には、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないように決意して、まあ、このことによって憲法を作ったと書いてるわけですから、まさに憲法の精神が問われているということだと私は思います。で、そういうことが言えるのかどうかということが注目されるし、私は今日本が世界に向かってアピールする内容は、そういった核兵器の禁止条約に対する対応、子どもたちの声に応えてですね、やっていく、それと侵略戦争と植民地支配、これとりわけ加害の責任ですねを反省するということが求められているんじゃないでしょうか。先月告知された横浜の市長選について、改めて党としてどう位置づけているのかというのと、あと、ね、大臣の経験者、あるいは前の知事ですとか、多数の候補が立候補を表明している、立候補している状況ですが、新市山中さんの支持の拡大に向けてはどういったことが必要ですか。山中さんの支持の拡大に向けては、どういったことが必要になるとお考えでしょうか。横浜の市長選挙については非常に大事な選挙だと思っています。で、これは特に私たちは横浜におけるカジノ、博打場ですよね、これを作ろうとしている動きに対して、広範な市民と一緒になって、住民投票の問題について要求してきた運動が背景にあったと思います、まあ、それを、まあ、否決したわけですよね、与党はね。まあ、そういう点から一つ動きが始まったと言えると思うんです。したがって私たちは横浜市長選挙でカジノを反対ということをしっかり貫いて頑張っていただけるという点で、山中さんを自主選したいということはすでに明らかにしている通りです。全力を挙げたいと思っています。はい、古い方だと言います。読売さんの続きなんですけども、告示の前にですね、山中さんのスキャンダルなことがいろいろと出てました。それについて、まあ、小池晃さんなどは立憲からのですね、回答があってそれ遺憾だなということだったんですけど、告示日に共産党の藤原さんですか、竹郎のナンバーワン神奈川のその方も演説に立ちましたし、その時はまあ連合さんが立たなかったんですけどね。で、山中さんは全然説明していないんですけども、このことについてどう思いますか。山中さんが説明していないということをあなたはおっしゃってると、はい、で、立憲には説明したとおっしゃってると言いますね。それは立憲の説明を聞いてから要するにアクションを起こすというようなことを小池さんはおっしゃったんです。アクションを起こすとは言ってません。そうじゃなくて、その問題についてはお聞きして、いろいろ考えますと言ったことを私は横で聞いていました。
相変わらずこのなんていうんですか、下手を取ってこう言うっていうことはね、下手ってね下の方を取って言うっていうのはあんまりいかがなものかと思いますけど、ですから私たちはいろいろ相談の結果、書記長ですか、今藤原さんですか、その方が応援の演説を立ったということです。それから衆議院ですけれども、北海道の本田さんの後に立憲は富士テレビの女性記者を立てようとしているのか、その人がなっているのか知りませんけれども、そのことについてどう思いますか。北海道の4区について、私たちは本田さんの所業については許しがたいということは明らかにしてますよね。でそういう意味で言いますと、私たちはそういう立場から候補者を立てたということです。で立憲は立憲でいろんな考え方あるんでしょう。それはそれで あなたも聞いておられるんでしょうから、そういう内容として掴んでおられるんじゃないでしょうか。私自身は候補者が立候補する権利はそれはあると思いますし、それについてとやかく他党が言っていることについてあれこれ論評するという立場に今立っていません。はい、すみません、たびたび NHK の作品ですけれども、これ前も何度も出てる話かもしれませんけれども、立憲民主党、選挙近いということで立憲民主党の選挙協力に向けたお話を伺いたいんですけれども、政策協定のあり方をどのように考えるのか前回選挙の時にですね、例えば市民連合を仲介する形で政策協定のようなものを結んだと思います、各党 で今回どのような形になるのが望ましいのか、前回以上に多分一騎打ち構造をどれだけ多くの選挙区で作っていけるかということが野党には問われていると思いますけれども、前回のように市民連合を仲介する形なのか、それとも例えば立憲民主党と共産党で共通する政策について政党同士直で結ぶのが良いのか、どのような一騎打ち構造を作っていくためにですね、どのようなことが必要であり望ましいと考えているのか、これについてお願いします。はい、政権協定、政策協定のあり方ですよね。で我々は特にこういう方式でなければならないというふうにあんまり思っていません。というのは今大切なことは、この間もうちの委員長の方から4月の段階でもありましたようにね、相手を自公政権を倒していく上では魅力ある政策を作っていこうということで話はそれ自身は一致してるわけですが、その表での会合はまだできてませんけど、少なくともさまざまな形でその議論はしていまして、すでに市民連合としては十数項目の総選挙に向かっての政策提案をしています。ですからある意味叩き台としての側面もあってですね、さらにこの問題について市民連合をこう個別にやるか、それともこうみんなでねやるかとか、それはいろいろやり方あるんですけども、それらも一つのやり方として考えていますし、で要は早くなるべく早くそういうことについてできればいいなと。で私は今お話ありました市民連合との話し合いっていうことのね、一つのこの前回もそうでしたし、それをさらにバージョンアップしていくっていうことが可能であれば、それはそれでいいんだと思うんです。要はその政策形成過程っていうのをね、やはり一つずつ明らかにしていくっていうことと、立派なものにしていくっていう努力をねしたいなと私としては考えていますし、それぞれ各党も選挙政策全部出してるわけじゃないですから、それぞれの党が今選挙に向かっての自分とこの党の政策を準備してるっていう経過あると思うんですよね。だからそういう点もこう政策作りと共同の政策としての形成というものをこう両方並行していくやっていくというふうになるんだろうと考えます。そういう点でいうと、先ほど言ったように市民連合とかその他の方々の介在をやりながら、介在していただきながら仲介といいますかね、そういうのも一つの広げていく上での大きな手段ではありますわね。単に政党間というだけじゃなくて、だからどういうのが一番ええかということはよく考えながら、要は中身とそれから過程と
2つを大事にしてやっていきたいと考えています。目標を打ち出さないという件については、この間書記局長が答えてたと思うんですよね。で、それは政権を担うっていう点で言いますとね、過半数を取らなくてはならないわけだから、まあ、そういう意味での目標ってのは当然あるわけで、それを私たちの方として見れば、やはり協力、何回も言ってますようにね、自公と野党が拮抗しているところ、そういうところで立てていこうと、共同の候補者なり協力をして立てていこうということによって勝っていくということになりましょうね。それと同時に、それぞれの政党が比例代表をはじめとした一つの戦いの分野を、局面を切り開く上でも、そういう小選挙区の活動をやっていくという、そういう戦法もあるでしょうし、さまざまな政党としての考え方がありますよね。その点、うちはですから、その協力して勝とうというところについて話し合い今進めていると。で、そこはそれでやっていこうと。同時に、今までも一貫している私としのところとしては立ててきたわけですから、それにふさわしく立てようということで、とりわけ公職選挙法との関係で各県でどれぐらい立てたらいいかとかいう問題が、やはり宣伝カーの問題をはじめとしてありますからね。それはそれとしてきちっと議論をして最終盤立てていこうというふうに考えています。それで、それと必勝区とか、まあ、重点区とかいう考え方はね、あんまり選挙前にどうこうといったことはないんじゃないですかね、私の記憶では。だから我々はどうしても勝ちたいというところという点ではね、まずさっきも言いましたように、共産党の候補者自身を市民と野党の共闘の候補者にこう作っていくということをね、まずみんなで理解していただいて、それをこう運動にしていくっていうことを、まあ一つの目標にするって言いますかね、そこを一つにしています。やはり私たちも例えば立憲や国民や社民やそういったところに協力するというところもあるでしょうし、であちらから協力してもらうのもあるでしょうし、でそういったところを踏まえながら結果としてですね、どういう形になるかというところがやはり勝敗を決する上で大事じゃないでしょうか。だから我々の方がともかくこうだこうだと決定するというよりは、そういうことを踏まえながらみんなで勝ちに行くという意味さえあればね、私はおのずと力の入れ方がなってくると思うんですよね。だから個別のところについて今何か設定しなければならないというふうに思っているわけでは今のところありません。はい、関連して京都新聞国からですけども、必勝区という意味ではですね、奥さんのところの京都一区というのは、これ京都府委員会も、もうすでに必勝区というふうに委員長が言っているわけなんですけども、委員長、渡辺委員長がですね、すでにもう必勝区であるということを、府委員会としては見解を示しているんですが、で現状、立憲の方がまだ候補者をですね、どうするかということを、態度を明らかにしていないという状況ですけど、現状 の、 話し合いに関して何か進展状況とか現状はありますでしょうか。京都一区、つまり私のとこですよね。で私が私のとこ言うっていうのはなかなかね、辛いもんですわ。ですから府委員会がどういう設定をするとかしないとかに関わらず、候補者ってのは必ず勝ちに行くと思ってるんですよね。
その辺で分かると思いますよね。で私はまあ今度こそ勝ちに行くと、今度こそ勝ちに行くという立場で臨んでいくということだと思います。あまりそのあれはこれの具体的な話をしてどんな話をしてるかなんてそれまで言い出すとですね、それはあのやはりぶち壊しになるでしょう。そういうのは岩のが花ですよ。それも岩のが花でしょう。そういうものはやはり開けてみて分かるというふうにしないと楽しみがないじゃないですか。期待を持たせてもいけないし、失望させてもいけないし、ね、とにかく勝ちに行くということが確かだと、それさえあれば。はい、あのフリーに掘ったというのは、あの京都一区に近い場所なんですけども、神戸市長選とあの、三重県知事選があるんですけど、これが立憲さんは要するに自民党さんが先に立てた人間に相乗りしているという形なんですけども、これをどう思いますか。まあその辺現地でよく相談して発言したいと思います。いつもあの全てのところについてね、私どもが、あの私が、私なり職局長、まあ職局長は別だと思いますけど、全部現時点で相乗りしてる相乗りしてないということについて、それは関係のところが発信するというふうにうちはしてますからね。それはご承知の通りで、その上で我々物言わないと、あまり先走ってやらないというのは私ども の, あの現地を大切にし、それからあの話し合いやその他のことについてやはり十分なこのお互いの交流ということを前提にしてますからね。そう簡単にパン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 物言って、行く人もそれはいますけど、私はそういう人間じゃないのでよろしくお願いいたします。あ、それから横浜市長選なんですけども、枝野さんは1回は入るということをおっしゃってるんですけども、あの共産党さんの幹部が入るということはありますでしょうか。それも現地とよく相談をして、はい、やはりそれはあの私どものそういう意味で言いますとね、その例えば すぐおっしゃるんだけど、それどこで決定されてどういう話だっていうのは我々知らんわけですよ。それは報道さんは情報で掴んでおられてどっかの決定とかなんか知ってるんでしょうけど、我々はそういうものについて知る条件今ないんでね、私たちはどういう常にどういう立場で臨んでるかっていうことだけ言っておきたいと思うんですけど、やはり勝利する上で何が一番いいかということを考える、それから現地の方々のご意見を尊重すると、この2つが常に軸としてやってるということだと、でそういう点では熟慮してやるというのが私どもの常だということだけ言っておきたいと思います。ですからお分かりいただけるかと思います。ほな、よろしいですか。おきに。